ロイドご飯の時間がやってきました。イエイ。1ヶ月ぶりの大阪、うん、来ましたね。来たね。大阪来たらここですよ。ここですよ。もうね、もうね、待ちわびてました。ついかけろ。待ってました。よし、行きましょう。あったね、この時間に来て奇跡です。みすじと、今日は漬け肉です。漬け肉って初めて、初めてだよね。これがまたね、最高なんです。めちゃくちゃうまいよね。玉ねぎ美味しい。今日はもう腹ペコ度合いが半端じゃないです。半端ですね。もう待ってたんや、これを。はい、ありがとうございます。はい、すいません。すげえ。待ちきれない。さあ、食べよう。食べよう。はいよ。ポンドが待っております。おー、すごい。すごい。玉ねぎっぽいキュウリ強い。うん。このこれをかけて。あ、二種類混ぜてんの？混ぜてる。あ、やったことない。これね、すごい。うん。さあ食べます。この。さあ食べます。すごいんだ、この塊が。あ、たまらない。ちょっと、まずはこのお二人にオニオンだけ見てみようかな。うまっ。やばい、やばい、全部こぼれたけど。まずはこのお二人にオニオンだけ見てみようかな。まず肉、深さでオニオン、うん、この肉の柔らかさと玉ねぎピューレがたまんない、うん、うまい。両立ですね。両立ですね。これもうないじゃん。うん、両立ですね。これは塩ないじゃん。めちゃくちゃうまい。これ顔が変になるよ。いや、すごいなこれ。本当に美味しい。はい、うまい。ガーリックオイルみたいな方いきます。混ぜていく。オイルみたいな方いきます。混ぜて。クリアだ。ニンニクのジュースでございます。ニンニクの、わー、ハロー。クリアだ。いただきます。今日はね、漬け肉頼んだから、はい、湯気出てるね。美味しそう。すごい、ここ祭りだ。お湯がしない以上だ。それで、はい、これ何が入ってんだろう。ニンニクの油の方すんごいうまい。本当うまいわ。うまいね。漬け肉いってみますよ、うん、これを。いよいよご飯投入です。豪快に。もう下手すると
ご飯食べ忘れるぐらい肉うまい、ほんと頬張りたいと思います。いやーブーロンです。はいよ、はいよ、うん、うまい。誰かつけ肉いってるので、いきたいと思います。つけ肉いや、すぐうん、うん、がわうまい、うん、でもソースがピリ辛、うん、肉汁が染み出します。うん、が玉ねぎソースなくなりかね、あっという間だ、あっという間、うまい、はい、じゃあ、汗、はい、よいしょ、汗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 、ここは肉だけじゃなく米もほんとうまい。おかりください。はい、注文ございます。大盛りで、はい、ありがとうございました。なんか待って、最初の大盛りより大盛りになってるよ。あれ本当だ、太陽増すごとに。これはさ、食べっぷりを見たら嬉しいですね。このなんか米がね、呼んでるのよ。この気持ちわかるかな。わからない。米が、まず米を入れてから話すね。まあ残ってる感触うまい、もう一つうまい感触、感触大満足。すごいわ、マジですごいね。もう、うん、この中パンパン。肉の味がほんとすごい、ね、肉汁のじゅわって感じ。いやーすごいな、すごい。もうね、ミスジはもう鉄板かな。もう日本ナンバーワン、日本一、ね、今まで食べた中では、僕の中ではナンバーワンです。ナンバーワンですね、うん、いやーステーキ炊ける。ぜひぜひ皆さんも行ってみてください。絶対行ってほしい。大阪になんか7軒あるって ね、 あそうね。で西中島が本店、はい、で、東京には上野と秋葉原、秋葉原で、自分は秋葉原しか行ったことないんですけど、うん、すごい。ぜひまた行きたいですね。行きたい行きたい。ということで、明日も大阪でライブです。はい、頑張ってきます。